やべえなマジで。ちょっとピンチです。大問題発生です。やばやばいっす、マジで超ピンチです。なんだ。はい、ワト2、バレニオさんいらっしゃい。ちょっと画質落ちますが、すいません、ネット止まった、ネットが止まった。やべえ、未払いかな、未払いかもしんねえ。ちょっと今ピンチです。やべえ、ネットが止まった。どこまで見れてた今の枠。なんで未払いっぽいな、なんかネット止まってます今。ごめん、枠の途中で。これどうやってやるんだっけ。はい、こんばんは、ワドツです。緊急事態発生です。ネットが止まりました。あんまり見れてない。うわー、ネット使えねえな。どうやってやんだっけ。どうやってやんだっけな。やべえなー、インターネットなし。なんだろう、オンオフオン。請求書来てるだろうね。ちょっと見てみようか、請求書。ネット止まってるっぽいな、なんか。どうすりゃいいんだろう、これ。ドスコマって何？ピング？ちょっとわかんねえわ。顔が光ってんのはね、ごめん。iPhone が割れてるからなんだ。申し訳ない。iPhone がバッキバキだから。申し訳ない。光が乱反射しちゃうんですよ。今ネット、マジかよ。うわー、マジかよ、マジかよ。ドスコマンドが分かんない。ドスコマンドっていうのが分かんない。どうすりゃいいんだろう。インターネットなし。リーダーって何？ルーターの再起動も今やってる。インターネット多分ね、未払いなんだよね。今未払いでこうなっちゃってんだよね、はあ、ちょっと待って、今インターネット判別、インターネットに接続できませんでしたってなってるね。あー、これあれだな、未払いだな。やばっ、ヤフ、インターネットに接続できない。ちょっとポスト行ってみようか。ポストに確認しよう。つながんない、全くつながんねえわ。やば、仕事できないよ。ちょっとポスト行こう。ポスト開けます。マジピンチだわ。なんか郵便局からなんか来てんな。スマホは Wi-Fi 接続なってないよ。スマホはなってない。ポストになかったら朝一。そうだね、やば。よし、資料が来た。マジやべえよ。
ネットが使えないとかもう配信者として致命的だからね、これマジでヤバ団長めちゃめちゃヤバいんだけど、どうしよう、終わったわマジで。やば、ネット使えないのきついよね、レクチね。これが4800、これ電気代で、新宿区役所、瞑想してるね。うん、書類一個一個整理しとこう。やべえマジで。封筒に入ってるよね。ちゃんと見てないんだよね、だらしねえからさ、俺。これはこれでしょ、ビラとかいらねえんだからマジで。これはやばいね、ちょっとピンチだね、超やばいんだけど、うん、超やばい。どれだ、これなんだ、ガス、東京ガス、クララ、これも払わねえとな。携帯電話だ、こっち。携帯電話3000円。これも明日払おう。3月7日まで。支払期限3月7日。過ぎてんじゃん。やば。水道局。やばいね、ちょっとね。完全にネット止まってるからな。水道の支払いと、資源ゴミの出し方、分け方、これいらない、金、まあカツカツっちゃカツカツだけど、まあ貧乏ぐらいかな、うん、貧乏人ぐらいだね。なんだろうこれ、佐川急便、なんだろう、佐川急便、どうするの？いやだから支払い用紙探して払ってくる今。払わなきゃだって放送できないもん。払わないダメでしょ。これは電気料金。移動局、
なんか多いな、チラシな。チラシの投函うざいよね。避けたいね、マジで。チラシ多いね。いや、俺ポスト開けんの、ポスト開けねえからさ、それが悪いんだよね。チラシばっかりでわけわかんねえ。マジピンチだよ。どれだ。え、マジかよ。え、やば。え、マジかよ。え、水止まるの俺の家。マジで。水も止まるの。3月16、まあ3月16だったらまだ大丈夫か。やば、やば、水止まるじゃん。明日電話しないと。やばいよ。超これ払えるかな、払えるかな。4800円だって。やばいでしょ、金額高すぎるでしょ。上下水道4800円とかぼったくりでしょこれ。やば、オワコンでしょ。うん、よっぽどだね。やべえ、マジで。ファミリーセール、いらねえよ。今日20日、未払い多すぎんな。これは何？あ、これプララだ。4日過ぎてる。優しいね、水道。え、ていうかネットの支払い用紙ねえんだけど、マジで。まずはネットの復旧からだから。プロ配信者だから俺、プロ。俺プロ配信者だから、ネットないと死んじゃうんだよ。マジかよ。え、やばくね、ちょっと。マジかよ。いや、腹減ったな。そんなことより腹減ったんだけど、ガス。オワコンだな、マジで。大ピンチなんだけど。やば。支払いって何時までだっけ？あ、コンビニ払いだから別に何時でもいいのか。やべ、超やべえんだけど、マジで。今何時？
いやネットが全てだから、水道なんか止まっても死にやしねえ。水道なんか怖くねえかんな。俺クラスになると水道とかにビビらねえから。なんだってホームレス経験してるからさ。うん、11時か。まあ、水道とかやべえな。水も飲めなくなるのか。ライフライン全部止まるぞこれ。トイレとか別にうんこそのままにしとけばいいんだよ。マジやべえな。え、っていうか支払い用紙ねえんだけど、支払い用紙がねえんだけど、お金はいくら必要なの。まあ全部の支払い3万ぐらいじゃないの。ネットとか電気とか水道とか。いや今それを調べてんだけどさ、支払い用紙多すぎ、あ、やべ、多すぎるだろこれ。払え払えって、払え払えですよ。もうやば、いろいろやばい、やべえな。うわ、ピザ食いて、めっちゃピザ食いて。え、何これピザ。え、ピザ欲しいんだけど、ピザ食いて。え、ピザ欲しい、これ食いたいんだけどピザ。え、ピザめっちゃ食いて、え、ピザ食いたい。え、ピザいいな。うわめっちゃうまそう。照り焼きチキン M2000 円か。え、これ頼みてえな。ネットが止まってるから頼めねえじゃん。え、頼めねえじゃん。マジかよ。いや、ネットが止まってるからよく考えたら無理だわ。ピザ食いてえわ。それどころじゃない。請求書送ってもらえるかな。いや、なんでプロバイダーのがないんだろう。ねえんだけど。水道局、また水道局支給をお読みくださいが出てきた。水道局、これだ。支払い書、止める止めるアピールがすげえわ。絶対許さねえみたいな。止める止める詐欺でしょこれ。水道止まってない。ああ水道よりもネットだよ。水道なんか怖くねえよ別に。あった、ソフトバンク、これだ。あった、これだべ。プロバイダーだ、止まったの。これだ、3800円。これ支給払います。絶対これだわ、これだ。あったあった。支払い期限3月30だな。これでしょ。とりあえずこれ払います。ヤフー BB プロバイダー3月30日期限、4212円。これ払います。まずこれ。水道なんかお前怖くねえかんな。誰だと思ってんだよ。急がないとね。これプロバイダー、プロバイダーだけだから今来てんの。これ払ったら繋がるっしょ。プロバイダーしか来てないから。これだわ。要はネットか、なんだこれ。ん、あとプララだ、携帯電話。プララがすげえ最速。これをちょっと整理しよう。プララ、あ、なんだこれ。ん、なんだこれ。ん、なんだ。配達日3が保管期限10日。ん、これよくわかんねえ。ああ、住む家、家賃払ってるよちゃんと。家賃払ってる。クレカないね、デビットしかない。とりあえずこれだな。3月30のヤフー BB ソフトバンクちゃん、
これを払ったらとりあえずネットはつながると。で携帯電話も最速すげえから、携帯電話のこの今配信してるやつ、これもすげえ量来てるから、こいつを払おう。この2つ払ったら俺はネットができるから、俺の生命線、この2つさえ払ったらなんとかなる。逆に配信者として終わってるからな、これを払わないと。東京ガス、電気とかガスとか怖くねえから。あ、電気はダメだ、インターネットできなくなる。とりあえず電気とネットだけはつながないと。電気とネット、電気とネット、ソフトバンクでしょ。で携帯電話の請求書が4枚来てんの、携帯電話の請求書が4枚。これ10月分11月分12月分、11月分が2つ来てんな。なんだこれ、何ヶ月滞納してんだこれ。12月分11月分10月分、支払い期限まで、支払い期限いつだこれ。10、11、12か10、11、12、11が2つあんな。ああ、3ヶ月払ってねえわ。11は支払い期限いつこれ。3月27、3月26、3月7、これダメだ、3月7で終わっちゃってる。3月7だわ、10月分、3月7、2月26、これも終わってるな、支払い期限。とりあえず3月26、3月7、これダメだな、アウティだな、アウティだわ。とりあえず払うか、とりあえず払うか、とりあえず払う、どうする。支払い期限終わってたらダメだよねこれ。10月とやべえな、俺いろいろと焦ってきたわ。ネットは YahooBB から YahooBB から来てて、12月1月2月払ってないの、プロバイダーを。これだけ来てんの。11月2月1月払ってないから、もう死ねって書いてある。うん、だからこれ払うわ。とりあえずインターネット払いに行こう。これピンチだわ、ネットが止まるって。それ呼吸できないと一緒だからね。うん、ネット最優先だね。よし、払いに行こう。トータル金額3万ぐらいじゃないの、全部で水道ガス電気。今回は払うのはだから1万ちょいだけど、あと2万ぐらい作れば払えるけど。ていうか旅配信ほんともったいねえよね、家賃垂れ流し、ほんともったいねえ。よし、これちょっと払いに行きます。行くか。いや大丈夫でしょ、なんとかなるでしょ、天下のヤフーだから。孫さんだから大丈夫だよ。家賃6万、ここ家賃6。やべえな、どうしよう。死んだ方がいいのかな。もう死んだ方がいいでしょう絶対。当日復旧ないか、明日か復旧あるとしても。だってここ西新宿だよ。うん、八王子と一緒にしないでほしいよ。
確定申告出さなくてよかったの？いや出さないとダメだよ確定申告は。うん、いや確定申告今回してないよ。うん、言ったじゃん放送で。確定申告遅れちゃったからなんとかなんとかってやつ使うの。なんとかなんとか、それをすると大丈夫だ。税理士に教えてもらった。 2,3 日かかるか。しばらく携帯配信だな。マジか。あ、振り替え申告か。修正申告じゃない、振り替え申告ってやつやんの。うん、振り替え申告。俺生ポじゃないよ、うん、携帯はね使いたい放題の。パケット制限なしで3000円のやつだから俺外配信も無限にできんの。期限後申告だっけ。なんかリスナーさんに教えてもらってそれをやる。 20% 損すんのマジで。まあでもそんな稼いでないかんね。先月あの先前年度は。今年度になってから売り上げ、その配信業本格的だから、前年度ね、多分ね、申告する分50万もいかない。うん。そうだな、配信者失格だな。解約はされてないね。ネットが止まってる。要はもう最終警告だね。うん、払えと。ナンパじゃないよ、俺。うん。期限後申告は2週間以内なら延滞金なしとかだった。え、でももうだいぶ経ってるでしょ。あ、そっか、15日前だったから、そっか、まだ間に合うのか。税務署行けばいいんでしょ、それは。税務署行けばいいんでしょ。いや、マジピンチだわ。頭いて。そうだね、旅に出る前に申告しよう。あ、オッケーオッケー。僕は生ポじゃないです。インターネットタレントです。ノー生ポ、ノー生ポです。なんか忘れてないか。なんか忘れてる。なんか忘れてっかな。風船ありがとう。そうだね、やべえな、支払いやべえな、マジで。3枚ですね。1万7000円。はい、1万5000円で。はい、はい、
領収書ですか。領収書、はい。これ領収書、領収書ももらっていいですか。これ64円ってなってる。これが領収書になる。あ、これが領収書だよ。うん、違うのかな。じゃあそれもでしょ。それとこれでしょ。こっち、うん、はい、どうも。受領書でいいんでしょ。受領書でいいんだよね、これで。腹減ったな。なんか飯食う。これで合ってるよね。なんか食いてえな。何食おうかな。何食おう。バッチリだね、ネットつながるの多分明日だよね。今日トレーニングいいや。シャドウちょっとできねえわ。あ、シャドウはできるのか。パソコン配信できるから、バッチリ。いや、これは経費で落とせるよ。そりゃそうだよ、インターネットタレントなんだから。経費で落ちるよ、ネット代は。全然ラーメンか。確かにラーメン食いてえな。ラーメン食いたいね。ラーメン外配信いっちゃう。ラーメン外配信。電気代は滞納あるね。滞納ないわけがないよね。もちろん滞納してますよ。食事代はね、ミーティングとかで使った場合は、領収書もらってる。要は、打ち合わせとか、そういうのだけ。うん。プライベートで食ってるのは落とさない、俺は。ファミレスとかの方が配信？そうだね。うん。なんか、飯食いに行こう。今日、ちょっとなんか、トレーニング、ダメだわ。トレーニングって感じじゃねえな。放送は落ちる落ちる。うん、だから生ポじゃねえっつってんだろうがよ、うん、生ポじゃないです僕、うん、嘘をつくのやめてください。放送で食事したらまあ落ちるね、うん、チャーシューのうまいラーメン屋ってなぜかリピートしてしまう。わかるわそれ、うん、配信中の食事なら経費で落ちるよ、うん、仕事に使ったら。ただ俺食事配信あんまやんないじゃん。それだったら必要経費で落ちる。でも半分じゃないかな、わかんないけど。その辺税理士さんついたらちゃんと相談するよ、うん、毎回放送しながら食べたら全部落ちるね。まあでも半分だろうな、それでも落ちても、うん、だってそのプライベートなそれって。そのホリエモンがそれうまくやってんだよね。あのメルマガにその自分が食ったグルメをメルマガに載せてんの、有料メルマガに。だから経費で全部落ちるっていう、うん、香川さん、そうそう、ホリエモンがね一番最初に日本で始めたの、それを。要は仕事だって言って、うん、まあ頭いいよねやっぱね。
配信で食ってけるって。でも今月やばいよ、うん、売り上げ半減したよ今月。せこいっていうか、まあ、まあ頭がいい人は金を回すのうまいんだよ、うん、金持ちはその節税がうまいから金貯まるんだよ。まあ食レポとかを完全にしたら仕事としては成り立つだろうね。じゃないとテレビ局の仕事が成り立たなくなるから。だからロケ弁とかもあれ経費じゃん全部。節税大事だよ、うん、まあでも俺税金全然払っていいと思うけどね。払えるんだったら税金でお世話になってたわけだし、もともと困ってる人が助かるんだったら全然いいと思う。うん、30過ぎたらみんなハゲるよ、うん、30過ぎたらハゲるから君も。そういうもんですよ。それぐらいやらないサラリーマンより多くがっつり。そう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 。だからね、サラリーマンとか公務員とか優遇されてるわけだから、そう、年取ってハゲない方がおかしいよ。まあ俺若い頃からハゲてたる、デコッパゲだね。何が緊急事態の？ネットが止まったネットが止まった。今コンビニで払い込んできたところ。配信許可取ってるよ。そうそう、配信許可っつうか、あれはセット代わりに使ってるからね。よし、はい、帰宅しました。すぐ繋がんないよねネット、無理だろうな。これですぐ繋がったら神対応だよね。あ、繋がってないね、やっぱり。やっぱり繋がってない。ソフトバンクでも1日ぐらいで繋げてくれるけどね、大体。多分すぐ繋げてくれるとは思うけど。でも明日だろうな、もう営業日止まってるだろうし。ていうか最近知ってる、ガスとか全自動で繋がるんだよ。その瞬間に繋がれる、電話かけると。支払い用紙の金額確認してコンビニ問い合わせて、データベースあるじゃん。そしたら今全部一元管理なの知ってる？あの遠隔操作なんだよ。知ってた？みんな東京、東京はもう今から繋ぎますねっつってポンってボタンを押すとパッて勝手につくんだよ。すげえと思ったよ。まあ逆に今までなんでそれをやんなかったんだっていうのはあるけど、ガス水道一瞬だよね今。そう、なんかそういうシステムがあるんだよ。そう、まあ、みんな未払いしてないからあれかもしんないけど、びっくりするよ。遠隔でできるんだよ。コンビニで携帯とかネットで支払うのはセブンイレブンが一番接続速度早い。あ、そうなんだ。 OK、 やってみるわ今度。いやマジやべえな、大ピンチだよ。まだやっぱつながってないっぽいね。今日はダメだな多分。今日ダメだ、うん、ピコピコ言わないもん。LANケーブルみたいなのか、LANケーブルじゃない、ルーターか。これ飯どこ行こうかな。インターネットが設定できました。嘘、いやできてないでしょこれ。できてないね。そうだね、朝一電話だねこれ。朝一電話だわ、うん、まあもう今日も終わりだしね。明日も仕事だからさ、12時ぐらいまでだべって終わりだよ。そうだ、今日祭日だ。そうだそうだ、本当にそうだわ。うん、忘れてたわ、祭日だわ今日、うん、
口座引き落としにはしてないかな。うん。サバカさんいらっしゃい。何食おうかな。もういいや、今日はもう足ボロボロだし寝るわ。銭湯行くこの後、とりあえずまああと30分放送やって銭湯行こう。釈迦、釈迦見る？釈迦超かわいいよ。釈迦はもう俺の天使だから。マジかわいい釈迦は。ペットとして最高だよ。ペットとして最高。疲れたな、しかし今日は。今日は結構マジで疲れたわ。っていうかさ、テルチャンピン放送し、何なんだろうね、あいつ練習してねえの。マジで。やる気あんのかな？あいつやる気ないでしょ、多分。テル。アホだよな。なんか対戦相手、どうなんだろう。いや、ネットが止まっちゃいましたね。前にトレーニング配信やってた？全然やってないって聞いたよ。てる。で、なんか別に和道のパンチなんかハエが止まってるようなもんだからトレーニングしなくていいよって言ってるらしいね。まあ、痛い目みんなあいつだからいいんだけどさ。携帯のカードゲームで遊んでる？みんなはどっちが勝つと思ってんの？正直現段階では和道と青山だったら。舐めすぎだよね、ちょっと。さすがになんかイライラしてくるわ。まあ殺す気持ちで全然やるよ。今なら俺、まあね、最初はもう 100% 俺が負けみたいなもんだったからね。絶対勝てないって言われてたもんね。で、今だったら俺絶対勝てると思うよ、正直。今よう挑んで、今日やる、今日試合だとか明日試合だったら絶対勝てる。それくらいの実力はある。余裕だよ、余裕で勝っちゃうよ。持久力っつうか今風邪ひいてんだよ俺。肺がやられてんの。まあ6月までトレーニングしたら確実に勝つだろうね。焦りねえのかな、開き直ってんのかな。それとも普通に焦るだろう。普通だったら全く焦ってないもんね。太いよな。いい根性してるわマジで。止まってる？映像来てる？映像来てる？止まってる？来てない？今 OK？ 止まってた？ファイトマネーつうかギャラが出ますね。ギャラが出ます。ファイトマネーはっていう形じゃないけどギャラが出ますね。
だからまあギャラな、ギャラね、別にギャラあるなしで出てるわけじゃないから、うん、要は売名したいわけじゃん俺らは。有名になりたいっつうかさ、あそこで勝負してるからさ。ハート10個プレゼントありがとう。ハチいつもありがとうね。気合い入れてかねえと。マジで会場でボッコボコにすっから俺。自分の骨が砕けても蹴り続けるよ。蹴って蹴って蹴りまくるわ。お経のスカイプ突したの俺なりす、ん？俺のなりすましだよ。俺の配信録音し流すやつ。はいはいはい、オッケー。パフェプレゼントありがとう。パフェありがとう。サンキュー。パフェありがとう。今日何食おっかな。あのお経のスカイプ全然意味わかんなかったよね。黒歴史は消えないから黒歴史なんだよ。うん、やってきたことっていうのは消せないんだよ。うん、それは配信者に限らずそうなんだよ。うん、ただバレやすいかバレにくいかっていうだけで、本質的なことは偽れないよ、やってきたことっていうのは。観客300人ですね、ジャグさん。今売れてるチケットは100枚、手売りの方は。1ラウンドボッコ KO っていうかもう殴り続けるよね、俺は。立ってるわけで。あ、ありがとうございます、桜井さん。ハートありがとう。うん。お、久しぶりです、ニノさん。久しぶり、元気？ニノ。もしよかったらフォローしてってね。ふわっち盛り上がってるよ、ニノ。3万人ってどれくらいの会場かな。多分ね、2000人3000人が後楽園なんだよ。後楽園の会場、後楽園の下ね、あのボクシング会場で、東京ドームとかで3万人とかじゃないの。幕張メッセフルでどれくらい入るんだろうな。ふわっちやってんだ。ふわっちの方が専念した方がいいと思うよ。今やらないともったいねえよ、また埋もれちゃうぜ。今もう配信者少ないから、ふわっちリスナー多くて配信者少ないから、実力あるやつはボンボン上に行ってるよ。ありだよ、今やんないともったいねえよ、集中しないと。ふわっちこれからキャストニコ生超えるから。あ、武道館が18000人、武道館の席数が18000。バレーニョさん、3万も入らないでしょ、配信で。300人埋めるって結構すごいからね。300人、あのね、イベントとか興行やったことある人ならわかるはず。そういう3万人とかいうレベルは、もうほんと国民的とか呼ばれるぐらいになんないと無理よ。うん。どれくらい稼いでんの？俺先月25万。先月25万。ふわっちの金額ならね。その前が20万かな。うん、シャドバって何？マジで青山本当怪我するぞ。なあ、遊んでばっかりいるけどよ、やる気ねえだろ青山。マジでお前本当殺せよ、リングで。怪我するぞ、知らねえかんな俺。お前の骨ボッコボコに折るよ俺。顔面もぐちゃぐちゃにするよ。そうだね、道のくプロレスとかそれくらいでも500人入るか入らないかとか、そういうレベルだと思うよ。もう宣言するわ、青山殺すわ俺。うん、外見怪しい人になってる。ちょ、練習で疲れてるから。うん、また来てまた来て、ニノ。いやもうマジでふざけてるわあいつ。ゲームとかよ、練習もしねえでよ。マジでお前3ヶ月後見とけよ。マジで歩けない体にするから。誓約書に書いてるんだろう、怪我しても死んでも責任問いませんって。いや携帯は突つしないよ、携帯配信だから今。殺害予告じゃないよ、うん、リングの上でってことだから。死ぬよ、でも舐めてると本当に死ぬよマジで。
俺めちゃめちゃ練習してるよ。しかもプロのファイターたちと。いや俺はもう足もうオルキでやるね。16オンスだけど結構効くよって言われてる。16オンスでもこれ倒せるわって言ってもらえたよ。昨日の練習だと、アワード全然倒せるわこれって、いけるいけるって、気合入ってるよ。めちゃめちゃ気合入ってるよ。もう一番いい試合やってやろうと思ってるから、一番いい試合見せてあげるよ。緊急事態はね、ネットが止まっちゃったんですよ。携帯電話で今配信してますね。ネットが止まっちゃった。格闘家ではないよ。さすがに本気でやってる人を侮辱するわけにいかないから。ヘッドギアはない。ただ16オンスだね。昨日かっこよかった。ありがとう、カエルさん、花火。ありがとうございます。昨日はね、練習の集大成全部出たよね。今まで練習してたことが、やっと身になったって感じだったね。やっとですよ。やっとジャブが打てるっていう。金払い忘れた。いやー疲れたな。っていうか勝つ気あんのか、勝つ気あんのかな。ナトビ100回できたよバーコ。最後の最後できた。あいつ勝つ気あんのかな。試合捨ててるんじゃないの。だったら俺別のやつでやりてんだけど、やる気がねえんだったら別のやつでやりてえわ。どうなの、やる気はあんの。なんかさ、練習もさ全然サボってるしさ、あの正直2日しか行ってないでしょ。何のための合宿なんだよ。だったら俺合宿俺参加してんだけど、あんないい環境でさ、サンドバッグもあってね、世界チャンピオンもいて、あんないい環境ねえだろ。適当にやろうと思ってるよね。自分から逃げんなよ青山よ。俺金なくてもよ、機材なくても頑張ってるぞ。何心折れてんだよ。ギャラはいくらかは言えないっす、契約書が書いてあるんで。でもギャラ払うだけすごいと思ってますよ僕は。こんだけ50人にギャラ払うんだから、関係者全員に。俺はそれもう1円でも払うっていう気概がすごいと思ってるから。ただギャラの内容に関しては、あの試合が終わった後話します。青山さ、マジでやる気ねえだろ。どうなの、やる気ねえんだったら変われよ。他のやつに、やりてえやついっぱいいんだからよ。そう思わない、みんな。全然ダメだよ、全然ダメダメ。ちゃん滑るからっつうかさ、みんな金払って見に来てんだよ。5000円払うっていうことがどういうことか分かってねえんだよ。そうだね、数直さないとね。いや、まあまあいい額っていうか、かなりしっかりした額払ってますね。えって思ったもん。俺ギャラなしだと思ってたんだけど、ワードこれくらい払うからって言ってもらえて、えと思って、こんなもらえるんですかみたいな。ただ、あの、興行滑ったらごめん、減るかもとは言われたけど、マックスこれくらいは払うよって言われた。勝手にやっとけっつってんの、あいつ。バカだろ。マジで。勝手にやっとけっつってんの、本気で言ってんのそれ。お前じゃあ俺と約束したのは何だったんだよ。俺と約束したのは何だったんだよ本当に。マジ見損なうわ、マジ見損なうわあいつ。今言ってた、え聞いた、みんな、青山が練習勝手にやっとけって、クズだな。いやもう見損なったわ。ちょっと男、青山を見損なったわ俺。マジで言ってんのそんなこと。放送外で俺に電話かけてきたこと嘘だったのじゃ。めちゃめちゃいい試合しようねと、俺も頑張るからって。
お前言ってたよな、クズ野郎が。今言ってた、本気で言ってた。ハコさんありがとう、ハート。マジで言ってんの？あいつ放送外で俺に夜中電話してきて、もう練習超頑張るからお互いいい試合しようなっつったの。じゃあ嘘だったのねえ、じゃあ嘘だったの、あの発言は。一番いい試合作ろうねって言ってたのは、殺す気でお互いやろうねって言ってたのは嘘だったの？俺だけバカみたいにそれ信じて練習してんの？思ってもねえこと言うなよ。じゃあそんな気がねえんだったら言うなよ。うん、だったらリングから降りろよ、ヘタレが。だったらリングから降りろよ。俺他のやつとやりてえわ。だったら、やる気がねえんだったら、うん、だったら他のやつとやりてえわ。やる気がねえんだったら去れよ、売名だけしたいなら。リスナーが見てえのはそういうことじゃねえだろ。ちげえか俺言ってること。何ブルってんのマジで。ヘタレすぎでしょ。ヘタレだよ本当に。超ヘタレだよ。だったら若手の気合あるやつに代わってやれよ。俺とやれるんだよ。だって俺と試合できるんだよ。俺のことぶっ飛ばしたいやつなんか何人いると思ってんだよ、配信者で。なあ、そうじゃね？俺の首取りたいと思ってる配信者何人いるよ。あ、さやさんありがとうございます。うん、さやさんよろしくお願いします。ちょっとなんか気合入ってないんで。どうしたのここ数週間。俺と本気でいい試合しようって言ってた青山どこ行ったのマジで。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。なんでそんなやさぐれてんの、うん、何なんだろう。全然意味わかんねえ。納得できねえよこんなの。配信でディスることしかできねえでよ。そんなのさ、俺強えと、俺強えって言ってるやつと変わんねえじゃん。そうじゃなくてね、結果で見せてやるって言うからリングに立つんじゃねえの。俺は口だけになりたくねえからリングに立つんだよ。弱いけど、俺は自分で俺強えなんて思ったこと一回もないけど。そう、うん。いや心の問題だろ。うん、減らる時はあると思うけどさ、やさぐれたら終わりだろ。やさぐれたら終わりだろ。ちげえ俺が言ってんの。ほんなふてくされて練習してねえとかさ、言葉で相手のことディスるだけとかくだらねえよ本当に、うん。俺言っとくけど、今戦ったら勝てるぞ。俺言っとくけど、今青山とやったら勝てるぞ俺。悪いけど、ボロクソに勝てるぞ。そう、コメントで俺つえくんと一緒になったら俺はやる気ねえよ、うん。そんなん言い訳だよ。毎日みんないろんなこと抱えながらやってんだから。練習やってんの青山。やってんのさやさん練習。全然練習してないって聞いてるけど、やってんの？噂によると全然やってないらしいよ。見事にやってるの？もう全然やってないって聞いてるよ。
本当にやってんの？やってんだったらそれでいいけど別に。トレーニング時代だって賛否両論あるじゃん。やってるって言ってんのサーヤさんだけだよ。全然やってないって言ってるじゃんみんな。ヒカルくん一緒に住んでるんだったら俺ヒカルくんに聞こうか。じゃあ練習やってるかどうか。絶対やってないでしょ。俺ヒカルくんに電話で聞くわ。それ聞いていいの俺？じゃあ聞くよ俺。あーありがとうございます。風邪はい直します。別に練習しようがしまいが別に俺は勝手だと思ってるけど、やる気がねえだろ、うん、やる気がないのが問題だと思ってんの。勝つ気あんの？勝つ気ないでしょ。もういいわ、俺勝ちもらうわこれ。悪いけど俺勝ちもらったわ今回、うん、まあそうだろうね。俺のネームバリューを利用して勝ちたいだけ、試合出て売名したいだけだろうね。風、うん、風邪ひいちゃっててさ、ここ 2,3 日調子悪いんだよ。そうだね、風邪治さないとね、風邪治さないとダメだわこれ。頭痛いもん。まあ、ちょっと見損なったわマジで。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。